ボーイのジャスティ。一度聴いたら忘れられないあのギターリフ。そのギターリフに絡みつくように歌われるあのメロディ。これほどまでに完成された曲ってなかなかないですよね。そして何より、唐突に現れるあのスパニッシュなギターソロ。後半部分は指板を右に左にダイナミックに動き回るあの激しいギターソロになって、ああもうすごいっていう風に虜になっちゃった方も多いんじゃないでしょうか。今回はそのジャスティのギターソロを紹介していきます。ジャスティはライブテイクごとにギターソロ変わってきます。毎回同じじゃありません。で、今回はですね、リクエストをいただいてたケースオブボーイでの弾き方、それをお話していきます。さて、ギター初心者の皆さん、どうでした？激ムズじゃないかよ。なんであんなに弾けるんだよって、こうね、あんな速い動きどうやってやってんだよ。もしかしてここに間違えずに弾けるようになるためのおっちゃん、ちっちゃなおっちゃんがいるんじゃないか。こっちですよこっちですよみたいな、そういうおじさんがいるんじゃないの？いないんですよ、そんなの。そうじゃないんですよね。これちゃんと間違えずに弾けるようになるための練習、それをやったから弾けるんですね。これね、でもその練習っていうのは何もすんごいプロがやってるような特別な練習ではないんですよ。全然普通の練習なんですよ。ただそれを弾けるようになるまで諦めずに続けられるか、それが鍵になってるんですけど、ただね、本当そのどういった練習かっていうと基礎練習なんですよね。こう基礎練習をね、地道にやるっていうことが大事なんですよね。そうか、基礎練習を地味にやるのか。動画消そうかなってなりますよね。ちょっと待ってください。なので今回はその地道な練習はね、まあまあその皆さんね、もう嫌だなってなるだろうから、逆にですね、こういう練習してたら一向に上手くならないよっていうね、ついついね、初心者のうちにやってしまいがちな練習っていうのがあるんですよ。で、そのやってしまいがちだけどやっちゃうと余計下手くそになっちゃうよっていう、その練習、もしかしたら怪我もしちゃうよっていうね。これね、三つとも私が間違ってやってた練習なんですよ。私もやってたんですよね。で、それやっちゃうともう本当に下手くそになっちゃうからっていう、それをやめてから上手くなっていったんで、最後までね、聞いていっていただきたいんですけど、もうやらないでそういう練習っていう、それを3つお話ししていきます。やってはいけない練習、その1、すぐにオンテンポ。独学の初心者がやりがちな間違った練習、その1つが、曲のテンポに合わせてすぐ弾こうとするという間違いがあります。あらかたね、押さえる順番分かりましたと、覚えたよってね、こうこうこうでしょみたいな感じで覚えて、よし曲に合わせて弾くぞみたいな感じで、あ間違った、みたいな感じで弾いて、でそのうちちゃんと弾けるようになるだろうみたいなね、みたいな感じでやっていくと、これダメなんですよ。
でもさ、繰り返し繰り返し弾くから指が覚えるんだろ。だからいいじゃないかよ、この練習で。何がいけないんだよってなりますよね。これですね、これ頭ではその押さえる順番っていうのは覚えてても、この手がね、指がそれ覚えてないんですよ、指の筋肉とかが。で、頭と手ってその連動してるようで、実は連動してなくて、筋肉がその動きに慣れてないっていう状態になるんですよね。で、その慣れてない状態でわーって弾くと、その結局きちんとした動きはせずに、やっぱり途中で端折ったりとか雑になったりとか、あとどうかしたら力が入りすぎてもうグッ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 みたいな感じになったりとかですね、余計な力が入ったりとかして、そういう変な動きをしてしまうと。で、その変な動きをずっと繰り返すから、その変な動きを覚えてしまう。正しい動きを一個に覚えないってことなんですね。なので、結果、下手くそな演奏をずっとすることになると。そういうことなんですよ。頭では覚えてても、指の筋肉は覚えてません。それを意識しましょう。やってはいけない練習その2、弾けないところで止まっちゃう。練習している中で、とある難しいところで必ず引っかかる。そこで演奏が止まっちゃう。っていうことよくありますよね。これもですね、その止まっちゃうのはまあ仕方がないとして、ただそれを何度も何度も繰り返す、そういった練習はよくありません。これですね、まあ下手な鉄砲数打ち当たるだろうみたいな感じで、あ、ダメだった、もう一回、ダメだったってね、同じとこで毎度毎度止まる、ね、で、いつかはこれでね、下手な鉄砲でも数打ち当たると思って、こういつかこう乗り越えられるみたいにね、そういう風にがむしゃらにやる、なんかそのすごい頑張ってるねって言われそうだけど、その練習はあんまり意味ないんですよ。この練習の仕方、どういう悪いことが起きるかというと、止め癖がついちゃうんですよね。要はですね、その難しいところで止まっちゃうっていう癖、その癖がついちゃう。人間って実はすんごい正直で、ちゃんと弾けるところをこう繰り返しやっていくってなると、それはそれでちゃんと弾ける動作を体に染み込ませることができるんですけど、例えばその途中で止まります、まあいつもここで止まっちゃうんだよね、あ、止まっちゃうみたいな、この止まっちゃうっていう動作もしっかり覚えてくれます、体が。そうなってくると毎回止まる、そういう癖がついちゃうんですよね。で、ずっとその止まる癖を何回も何回も体に覚えさせているっていう、そういう練習になっちゃうんですよね。こういう止まり癖が体に染み込んじゃう、怖いですよね。でもさ、止まんないとそれ適当に続けていくっていうのも悪いんだろう。どうすりゃいいんだよ、ですよね。そこはですね、なぜそこで弾けなくなっちゃうのかをよく考えてほしいんですよね。これはそのテンポに追いつけなくて止まっちゃうのか、そもそも手が届かなくて、ね、指が届かなくて動けなくなってるのかとか、なんでそこで止まってるのかな、止まっちゃうのかなっていうのをよく考えて、まずはその止まっちゃう理由を改善する、それをまず先に考えましょう。下手な鉄砲数打ち当たるという作戦は、下手な鉄砲だけを覚える、全然当たらない鉄砲を覚える、そういった無駄な作戦です。やってはいけない練習その3、原曲よりも早く弾く。今回お話しするやってはいけない練習の中で最もやってはいけない練習です。これが原曲よりも早く弾くという、これね、原曲のテンポで弾けないからっていうことで、そうか、原曲よりも早いテンポで弾けるようになったらきっと原曲のテンポで弾ける、よし早く弾こうみたいにね、考えがちなんですけど、これですね、一番やっちゃダメなんですよ。
何せこう頭では覚えてても指は覚えてないね、その状態で原曲のテンポで弾くからおかしなことになるんだよっていう話最初にしましたよね。でその指が覚えてないそういう状態でさらに速いテンポで弾いたところで指がついていけるわけないんですよね。これ分かりますよね。でこの練習の何が一番悪いかというと、その下手な動きを体が覚えるとか云々よりももっと深刻な問題です。腱鞘炎になってしまいます。腱鞘炎っていうのは皆さんご存知ですよね。こうキーボードバババって打ってる人とか、あと同じ作業やってるとか、ガン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 叩く仕事やってるとかっていう方が良くなる、怪我なんですけど、ギタリストも同じようにこう無理な動きをさせるとこの指の腱鞘、そこが悪くなります。で痛みを伴って本当弾けなくなって、ギタリスト人生ジ・エンドってなってます。嫌ですよね、そうなったら。これなんでそうなっちゃうかというと、指がその動きを覚えていない状態、次こう動かさなくちゃなっていうのが分かってない状態で、それでもむむってこう動かすことになるんですよね。早く動かすと、でその力が入っちゃうんですよ。で指に力が入った状態で無理にグワーって動かすと腱鞘炎になっちゃうんですよね。なのでプロの方たちって早い動きさせてるんですけれども、実はあれ全然力入れてないんですよ。力入ってないんですよね。でそれで楽にこう指がその動きするだろうみたいな感じで動いてくれるから腱鞘炎にならないんですね。なので指に速い動きをさせたいっていう時は、まず先に指にそのどういう動きをしなくちゃいけないのかっていうのを覚えさせる、それが先なんですよね。原曲のテンポより速く弾くのは怪我のもとです。どんな練習が効果的なのか、やってはいけない練習3つお分かりいただけましたでしょうか。いきなり原曲のテンポで練習をしてしまう、難しいところで止まるを何度も繰り返しちゃう、そして原曲よりも早く弾くみたいなね、その練習、これねやっても無駄ですよ。でもじゃあどうやったらいいの、どんな練習したらいいのってなりますよね。それはね至って簡単です。これはもういつも私言ってると思うんですけど、最初はゆっくり弾く、これが一番です。早い曲なのにゆっくりって思いますよね。私も最初ねそう思いました。早い曲はね、早い指の動かし方を練習しなくちゃ意味ないよねって、今回3つ話しましたけど、3つとも私昔やってました。初心者の頃分からずにやってました。そういった反省の意味も込めてここでお話ししてるんですけれども、そういった練習してた時はちっとも上手くなりませんでした。そうじゃなくて最初ゆっくり弾いて指に動きを覚えさせるんですよね。指をねこう動きを覚えさせる、で少しずつテンポアップして速くしていく、そういった練習をするようになって確実に弾けるようになったんですよね。これですね、指がその動きを覚えてしまえばスピードアップさせるのって意外と簡単なんですよ。なので最初はゆっくり弾いて、こうだなぁ、でその弾いてる中で指が届かないとかね、なんかおかしいな、押さえ方が難しいとか、そういうところはそこで一旦立ち止まって、どうやったら押さえられるんだろう、指の角度かなみたいなのを考えながらやっていく、でそれで体に覚えさせていくっていうことをやっていくんですね。はい、なのでゆっくりから弾いていこうということで、でここからはジャスティンのギターソロを実際にねゆっくり弾いていこうと思います。最初は曲のテンポの約半分ぐらい、ジャスティン結構早いんですよね。あれ曲の中でも結構早くなったり遅くなったりしてるんですけど、
だいたい 180bpm ぐらいかな、平均すると。でギターソロのとこもだいたいちょっと遅くなるんですけど、180ぐらいで弾ければまあまあ180前後ぐらいでね弾ければいいかなっていうところなんで、その180の半分のテンポ BPM90 から始めたいと思います。まずはこのゆっくりのテンポから始めていってみましょう。どうですか？いや、なんかゆっくりすぎてちょっとなんかイメージと違うんだけど、これでいいの？ってなりましたか？大丈夫です。これでいいんです。これがいいんです。ね。で、これね、あの BPM90 ですけど、これで弾けるようになったら、ね、これ覚えて、指が覚えていったら、次のステップですね。テンポアップしていきます。本当だったらもう少しね、刻みを細かくしていく。例えば90だったら、そうですね、95とか100とか、そういう風に上げるんですけど、今回はちょっと飛びます。110、次。BPM110 で弾いてみます。どうですか？だいぶイメージついてきました。ジャスティンのギターソロっぽくなりましたか？ね。でも、これチャレンジするのはさっきも言いましたけど、BPM90 で弾けてからですよ。ね。では次。BPM130。
い、だいぶ早くなってきましたね。で、続けていきます。 BPM150。このあたりから体がその動きを覚えていてもきちんと動かせなくなります。早いからですね。ただここでサボってしまうとやっぱり雑な演奏をする癖がつきます。でこれ早くてこう動かせないけど、まあ適当でいいやってやってるとダメで、ここでも着実にちゃんと動かせるように、していきましょう。でもしこのテンポで弾けないんだったら、やっぱりテンポダウンしてもう少しゆっくりなテンポでもう一回練習してみて、また徐々に上げていく、そういった形でやっていきましょう。では次。BPM170 になると体が動きを覚えててもなかなかね、もう右手と左手がシンクロしない。要は弾こうとした時に指がまだ準備されてない、抑えられてないとかね、こう動機が取れてないというか、そういうことになりますね。でこれね、もうこればっかりはですね、なんでそれが克服できないかっていうと、基礎ですよ。基礎練習をしてないからってことになっちゃいます。はぁ、基礎か、基礎だよね。やだな、基礎地味だもんな。ですよね、わかります。私もね、こうやってね、基礎的にはこうです、基礎はこうですみたいなね、そんな動画は撮りたくないんですよね。やっぱりこう楽しく基礎をね学べる、そういった動画にしたいなと思ってますんで。わかりました。次回はその基礎を楽しくね、皆さんにお届けしたいなと。そっか、そういうの知ってればね、弾けるようになるんだっていうような、そういうことをですね、お話ししていきたいと思います。楽しくね。このチャンネルでは独学のギター初心者の皆さんに、独学ではなかなか気づけないギターの練習方法やコツを毎週楽しくお伝えしております。これからも動画を投稿していきます。ぜひチャンネル登録してお見逃しがないように。そしてこの動画がためになったなと思う方は高評価、そしてご感想や、そしてご質問ですね、そういったコメントをですね、残していただければ私も励みになりますので、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。皆様のギターライフが素晴らしいものとなりますように。ではまた次回。次回は基礎を楽しくお話します。